はい、ここではですね、運筆の方法を少し お伝えしていこうと思いますけど、こちらまず入ったところです。起筆しっかり入れてバネを使うような感じですね。入ったところも止めたところも一旦グッと頬を立てるような感じで、押し返すようなイメージがね、こう伝わるといいかなと思います。今こう横の線を書いてみました。これ10という字にしてみましょう。縦の起筆ポンと入ってギュッと押し上げるようにバネを使うようなイメージですね。でぐーっと下に下がってきます。で徐々にゆっくりしながら抜いていくような感じにすると、優しい払いな感じがねできますね。こういった感じで線を引いていきます。はい、続きまして、英字発泡という、ね、言葉を聞いたことあると思うんですが、こちらがですね、8つの天角があり、その筆法が全ての、基本になっているというところで、一つ一つね、見ていこうと思います。はい、まず一つ目ですね。こちらは点なんですけどね、即と言います。優しくスーッと入ってからグッと持ち上げて止めるような感じですね。こちらが即です。はい、2つ目は6です。横の線のことですね。10を書いた時のあの1画目のあの線です。こちらね、ちょっと馴染みがない感じですけど、6と読みます。はい、3番目は縦の線ですね。ドと言います。はい、4番目はこちらの、縦の線で下に羽がついているものですね。ちょっとこのあたりよく見ておいてください。何度かね、確認していただくといいかなと思うんですが、バウンドさせるようにしてから横へ跳ねる。こちらのね、筆のちょっと方向を変えているっていうところがね、少し、初めの、初心者の方だとやりにくいかなっていうところはありますね。こちら適と読みます。はい、5番目は策です。左下から右上へ跳ね上げるような感じで書きます。これはへこまないように、どちらかというとアーチを描くような感じでね、書くといいと思います。はい、6番目は略です。左払いのことですね。ギュッと入れて立ててからスーッとゆっくり払っていきましょう。急がないでくださいね。はい、7番目はタクですね。左払いの短く鋭いものという表記になってます。左へね、ぎゅーっと行くような感じで、しっかりこれも頭をね、しっかり打ち込んでください。はい、8番目はこちらもね、タクと言いますが、こちらの場合は右の払いですね。右払いと言います。スーッと下ろしてきたら、ぎゅっと一旦止めてから、ゆっくりと右へ抜いていくような感じですね。こちらは石を書く方の字ですね。タクと言います。はい、それでは「えい」という字をね、書いていきますね。おろしたてのね、すごく柔らかい筆、筆を使ってるので、この方向転換をしたりとかね、こうそういう時のこの傾きだったりとか、スピード感だったりとか、穂の向きだったりとか、多分そういうところがすごく分かりやすいんじゃないかなと思います。で、払いは意外とゆっくりとしているっていうところと、直線は思ったより早いんじゃないかなって、そういうところのスピード感よく見ていただくと、ご自身でね、書く時の参考になるんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。書家では動画添削サービス付きの通信講座も行っておりますので、通えないけど個人的に見てほしいという方はぜひホームページからご連絡をください。